みなこさーん、いっすん？みなこさん？なにこれ？みなこさん？え、ちょ、みなこさん？みなこさん？しずえさん、みなさま、こんにちは、おはようございます、こんばんは。今日はですね、住民にヒゲをいっぱい配ろうかなと思います。本日も楽しい一日になりますように。そうなのよ。なんかね、前回なんとカイゼルヒゲかを住民に配ろうとしたけど、装備してくれなかったんですよね。そしたら視聴者の方が教えてくれて、あのこのヒゲメガネってやつ、これなら住民装備してくれるらしいんですよね。でこれを今4つ持ってて、で5個頼んであるので、ドンと。はい、というわけで、たぬきショッピングからも5個ヒゲメガネが届きまして、これでヒゲメガネが9個あるのよね。これを住民に配っていこうかなと思います。1個足りないんだけど、まあそれは残念ということで、このソフトクリームの帽子でもあげようかな。よっしゃ、行くぞ。ヒゲメガネ全員ヒゲ面にして、子供がどんな反応するか見たいなと思います。まずはキャビアから。ターゲットはお前だ。ちょ、話聞かせてやな。私、早くこの島に馴染みたくて、皆さんのことを知るためにいろいろお尋ねしている。来た来た。仲良くなるには相手のことを知るのが一番って本に書いてあった。そうだ、スポーツはしますか？見る方でもいいんですけど、好きなスポーツって何ですか？あー、最近ね、テニスの王子様また呼んでるんすよね。でもあれテニスじゃないし、テニヌにしよう。テニヌで合ってます。はい、そうです、テニヌですか。ルールとか詳しく調べてみようか。ルール無用です。はい、無法地帯です、ご安心ください。スポーツは見る専門なんで、一度観戦してみたいです。死ぬぞ、鍛えていかないと。ちょっとヒゲメガネあげたいんやけどな。読書が終わるまで待ってあげなきゃいけないかな。ちょっと待つか。早く降りろ。驚いてないで早く降りろ。早く降りてよ。あかん、降りひんわ、後にしよう。まあ、キャビアメインディッシュみたいなとこもあるからね。俺の推し住民やから、後にしましょう。あ、いいね、タモッティ家にいるじゃん。あ、モンコさんのマイデザインができました。今ちょっと映ってたけどね。うっす、タモッティ。おう、これケケアイドル流れてるやん。タモッツもアイドルソング好きなんか。クマムシみたいな。そのセーラーシャツシンプルだけどよく似合ってるよ。わかる。セーラーシャツってさ、めっちゃ可愛いよね。なんか定期的に着ちゃうねんな、可愛くて。で、船乗りの帽子みたいなのもかぶってね。いや、セーラー服って、セーラー服、これこそセーラー服やよね。ゴンゾーさんが着てるやつはもうセーラー服なんだろうか。さあ、早速、割と君も本命感あるが、あ、ちょっと待って、包むね。よし、ヒゲメガネ全部包み完了。あげます。これならつけてくれるという噂なんだがな。どうだ、もう待ちきれないから今すぐ開けちゃうね。これひょっとしてヒゲメガネじゃない？いいものもらっちゃった、早速使ってみようっと。ちょっとちょっと方向悪かったな。ちょっとちょっとこっち来て、こっち来て、まずこっち来て、まずこっちに来てもらってからの、はい、下から。いいですね、似合ってるわ。君が譲ってくれたビブスだよ。でビブスよりもよ、ビブスよりもよ。表情が大切よな。あ、いいね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 、めっちゃ怒ってるおじさんに見える。うん、じゃ照れてみようぜ。あー、いいね、朗らかなおじさんに見える。どんどん配っていこう、いろんな人に。バイバーイ、アグネス。やっぱね、一番の小山住人にはヒゲメガネをしっかりと配っておかないと。なんか作ってんじゃん、オス。何してんの？ファンシーなバラのリースを作ってるんだ。それはもう着てるかもな。ヒゲ面だ。結構似合うんじゃないんかな、アグネス。バスタオルにヒゲメガネじゃないか。早速使ってみようかな。バスタオル。あ、めっちゃ似合う、めっちゃ似合う。そういうキャラみたい。ちょっとアグネスさん、ちょっとしっかり顔見せて。あ、うんうん、これはこれでそういうキャラみたいよね。次の土曜は虫取り大会だ。あ、そうなの。あ、そんな大会待ってんのね。
うん、バルさんいいやつですか？いいやつか、持っていきます。はい、いや、いいいいいい、超似合う男の子みたいっすよ。なんとも参加するか、どっちがたくさん取れるか勝負だ。楽しみだね。ありがとよ、アグネス。めっちゃ似合ってるわ。あ、いい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 。コンディション整えてるか？ヒゲメガネ似合うと思うねんな、お前は。どうぞ。早速開けさせてもらうぞ。ヒゲメガネだと？早速使ってみっか。かわいい。なんなんこの子ら、なんかさ、何しても可愛いよな。うん、野草が困ってる。あ、レム君か。ごめんよ、気づかなくて。ちょっと考え事してたから。実は僕、他の島へお引っ越ししようかと思ってるんだ。というのも、一人前の大人になるためには広い世界を見て回るのがいいってテレビで言ってたんだよね。マジで早くない？あ、マジで。え、どうしよう。一応子供とも確認してきたんですけれども、うーん、レム君か。レム君はアミーボカードもないんだけれども、でもな、島にはぼんやり系がな、タモツもいて、ビンタも来たから3人になっちゃったからなって、すごいシステムを理解した上で、仕方ないにゃーってなってくれたので。またちょっとマイデザインはね、作るとして、じゃあレム君にはちょっと世界を見てみてもらおうかな。いってらっしゃい。プルゴン君とはちょっと考えただけでも楽しい思い出がいっぱいだよ。君と会えなくなると思うと寂しくなっちゃうけど、お互い頑張っていこうね。そうか。まあ基本的にはもう俺の最推しとなるキャビア以外は基本的には受け入れていきたいなとは思ってるんですよね、今のところ。なので、バイバイレム君。じゃあちょっとレム君、お別れにヒゲあげんのもなんやからな。ソフトクリームあげんのもな。なんかレム君だけちょっとちゃんとしたもん、ちゃんとしたもん。あ、なにこの鼻垂れ、鼻水。こんなんあんの？え、こうやって住民に配れんのかな。ちょっといくつか買ってみよう。うん、え、これ誰か、ちょっと、え、これはレム君にあげないけど、ちょっとヒゲメガネ一人予定変更して一人鼻水あげてみよう。で、レム君、これコックさんの帽子、あ、もうストレートにコックさんの帽子あった。これあげよう。これ似合うんじゃないんかな。つむで、コックさんの帽子、よし、これレム君にあげよう。よしよしよし。さあ、これね、後ろを向いて話しかけると着替えた瞬間に見れないから、こう下から話しかけるのが、まあ、横でもいいか、うん、実況的にもね。着替えた瞬間がやっぱ見たいからね。よし、これどうぞ。はい、中身は何だろう。かぶってくれるかな、コックさんの帽子。早速かぶってみようっと。僕って意外と帽子似合うんだよね。あ、いいね。どう似合ってる、この色とっても気に入ったよ。いや、いいじゃん。ありがとな、レム君。今まで離島ツアーで初めて会ったあつ森新住民でした。ありがとよ。ゆっくりしていってくれ。残りの時間も。どうもー。さあ、ミラコさん。こんにちは。次の土曜は虫取り大会だったね。虫取り名人ってわけじゃないけど、腕試しには嫌でも燃えちまうよ。ああ。んで、この人にこれあげるで、はい、ひげ眼鏡。ミラコさん一番似合わへんのちゃうかな。ヒゲメガネだ。よーし、早速使ってみよっかな。やっぱあんま似合ってない気がする。怖い。ごめん、ミラコさん、あげといてないけど、ちょっと怖いわ。すまん。ちょっと、なんかさ、可愛いねんけど、ちょっと目のいかつさが、なんかね、ポケモンのネイティオみたいな。可愛いっちゃ可愛いんだけど、ちょっと怖さが入り混じってて、愛憎入り混じる。ココイチのカレートッピング全部盛りみたいな、自分でも何を言ってるのかよくわからない、そんな感情に包まれております。ありがとう、ミラコさん。おお、すまん、怖くなってしまった、ミラコさんが。うん、わ、ゴンゾーさん。この人さ、一応ね、毎日動物の森でログインしてんねんけどさ、ずっとセーラー服なんよな。気に入っちゃってるやん。これ終わって、
はい、絶対似合うやろ。むしろゴンゾーさんもすでにヒゲ面やからな。いやしかしお花畑の中でセーラー服着たおじさんがヒゲメガネつけてかわいい。目がつぶらやから似合うねんけど、かわいいんですけど。いやでもこの花が寒色系で紫色なのがいいな。こわ。あれアップル来てる。オス、あたいもミラコちゃんに会いに来たんだからの話に来たよ。ルコンちゃんってよくミラコちゃんの家に遊びに来てるの。今日2回目やね。思ってみなかった。今日のあたいはラッキーガールからからのからのその金の甲冑からのヒゲメガネ。どうだ、何が入ってるんだろう。ヒゲメガネ、あたいがもらっていいの。どう、多分かわいい。あーでもちょっと怖い。あれやな、目がでかいと若干怖くなんねやろな。なんかさ、つぶらな瞳にこのヒゲ面っていうおっさん味が混じってるせいで、ポケモン、またポケモンであれですか、ポケモンの警官みたいなサイコパス味を感じるねんな。アップル本体としてはむちゃくちゃ可愛いねんけど、そこにおっさん味を混ぜると一気にこうサイコパス感が出ちゃう。すまんな、サイコパスにしてしまって。あ、フーコじゃん、オッス。あら、こんばんは。今夜の星空もとっても素敵ですね。星にまつわるレシピを。これね、星のレシピって結構なかなか集まらじゃないじゃないですか。これ嬉しいな、普通に。やった、何やろ。あ、じゃあこれ違う、こっちか。キャンサーのテーブル、おお。カニ座のテーブルか、いいね。え、ってことはまた別の星のかけらがいるのか、これは。あーそうやな、カニ座のかけらがいるな。あ、ミントおったおった。オス、お前にあげたかったのよ、お話しよ。外が暗いとなんだか眠たくなってきちゃうのね。レム君が言うのとビンタが言うのと貨物の言うのではやっぱ同じね、ぼんやり系でも全然違うね、うん、間違えた間違えた間違えた、あーパチンコじゃないか、間違えた間違えた。ハハハ、それいるやつやねん、ごめんだのら。しゃあないな。おおったおった。なんかちょっと不本意だけど鼻水を誰かにあげたいのもあったので、ヤサオにあげるか。あんま似合わん気もするけどな。いや元気かい、フルコンくん。お話しよ。今日はヤサオの生い立ちを語った。うん、あとでいいや。それよりも鼻水を聞いてくれ、鼻水をもらってくれ。すまんな、鼻水つけてくれるかな、無理かな。どうぞ。えい、へえ、鼻水か。ありがとうフルコンくん。あ、やっぱダメか、残念。仕方ない、自分でつけるか。いい感じです、はい。じゃあとりあえず配り切ったので、あとは娘の反応を見ようかな。とりあえず終わります。ゴンゾー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 、ミラコ、キャビア、キャビア、タモツ、お、キャビアや、よかったね。パパ鼻水出てます。ゴンゾーさんいいやろ。ゴンゾーさんどう。ゴンゾーさんにね、ヒゲ生やしてみた。でもすごい、でもね、でも挨拶しときな。でもこれから出ていくね。やっと話しかけた。いいね、金のバラだよ。わーい、金のバラだね。とってもいい匂いがする。綺麗なお花をありがとう。後でお部屋に飾ってみようかなって。ここで触れた。ワークアウトトップスを受け取ってね。でもあれやな、出ていくよっていう話せえへんな。またパツパツできてるやん。パイナップル、あ、ヒゲメガネつけてんの。ちゃちゃまるも、ちゃちゃまるもおヒゲになってんの、うん、こう、うん、あら、こんばんは。そうそう、星にまつわるレシピを見つけた、うん、ありがとう。ちゃちゃまる来てんのよ、こうに。こんな感じでいこうかな。うん、クラッカーあげる、うん、クラッカーあげる、はい、オッケー。